皆さんこんにちは、Bレジェンド管理栄養士の堀です。本日は爪とタンパク質の関係についてお話ししていきたいと思います。美容の面での爪のケアっていうところもあるんですけど、スポーツされてる方にとっても爪っていうのは結構重要になってくるので、スポーツ用のマニキュアがあったりだとか、爪っていうのは手先の微妙な感覚を左右するとっても重要な部位になっています。実は爪と体の栄養状態っていうのは結構深く関わっていまして、自分の栄養状態がしっかり足りてるのかなっていうのは爪を見たら意外と分かったりすることができます。今回はその中でも爪とタンパク質の関係に着目してお話ししていきたいなと思っています。でまずですね、ご自身の爪を見ていただいて、自分の爪の状態に当てはまるものがないかチェックしてみてください。まず1つ目、爪の色が悪い、爪が白っぽい。2つ目、爪の表面がデコボコしている。3つ目、爪が薄い。4つ目、爪がもろくて欠けやすい、割れやすい。で5つ目、2枚爪になっている。で最後6つ目、爪に縦筋または横筋が入っている。これらに当てはまるものがあった方、実は爪に必要な栄養っていうところが足りていないかもしれません。爪ってこう硬いので、例えば骨と同じようなカルシウムでできているんじゃないかって思われがちだったりするんですけれども、爪の主成分は、お肌とか髪の毛と同じケラチンと呼ばれるタンパク質でできています。爪っていうのはだいたい一般の成人の方だと1日 0.1 ミリぐらい伸びているそうで、だいたいこの爪全部が生え変わるのに半年から1年ぐらいかかるというふうに言われています。これが足の爪になってくると、手の爪のだいたい半分ぐらいのスピード、1日に 0.05 ミリぐらいずつ、平均して伸びているので、足の爪が根元から全部生え変わるのにだいたい1、2年ぐらいかかるというふうに言われています。でそもそも健康の爪っていうのはどういうことかって考えてみた時に、強くて丈夫な爪っていうのを目指したいと思われるんじゃないかなと思います。スポーツしてる方にとっても丈夫な爪であるに越したことはないですし、あと女性の方でネイルとかされてる方は特にもう爪のケアっていうのはとっても意識されてる方多いんじゃないかなと思います。強くて丈夫な爪になると、表面がこう滑らかで、ツヤのある、色はだいたい薄いピンク色であることが、健康な爪の定義として挙げられています。今市販でネイルオイルとか爪の保湿をするためにクリームたくさん塗りましょうねっていうようなグッズもあったりするんですけれども、丈夫な綺麗な爪に生え変わるのには外側だけのケアでは足りないのではないかなと私自身考えています。なので必要な栄養をとって、体の内側からケアすることで健康な爪が育ちやすくなって、ツヤのある爪に育てるためのアプローチができるのではないかなと考えています。タンパク質ってお肉とかお魚とか卵とか、そういった身近な食品に含まれているので、しっかり取れてるよって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、正直爪って先ほどお話ししたように感覚を司る上ではとっても重要な部位ではあるんですけども、なくても命に関わることがないので、取ったタンパク質っていうのは臓器の修復とか体を作るっていう方に使われてしまいがちで、爪にタンパク質が行き届くっていうのは体の構造上後回しになってしまいます。なのでダイエットとかされて食事の量を減らしている方とかだと、爪にまで行き届く量のタンパク質がしっかり取れていないケースがとても多いです。普段の食事に意識してタンパク質を使った食材のおかずとか、ヨーグルトをプラスするとか、プラスアルファで一品加えていただくだけでも、体の内側から爪の健康というところにアプローチができると思いますので、ぜひ取り入れていただきたいなと思います。では本日はですね、爪とタンパク質の関係についてお話しさせていただきました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。